声優仮面羅針漫は、1984年1月にスタートした石ノ森章太郎原作の特撮作品。当時、テレビ朝日でスーパー戦隊と宇宙刑事、フジテレビで東映不思議コメディと、3つの特撮作品が放送されていたところに、突然日本テレビで特撮番組が復活。当時子供たちに人気だったおもちゃ、マシンロボの発展企画として考案されたヒーローだったそうです。マシンマンのデザインは、石ノ森先生が描いた画をベースに、バンダイの村上克史さんがアレンジをして完成させたそうです。ジェッターマン、異星児マシンマン、星雲児マシンマンなど、当初はこのようなタイトル案があったようです。大学の卒業論文を書くために地球にやってきた IB 星人のニック。子供が大嫌いで子供たちをいじめるために、様々な作戦を立てる天才科学者プロフェッサー K が、率いる組織テンタクルと戦うことになった。マシンマンに変身する高瀬健。本名はプレアデス星団 IB 星の異星人ニック。IB 星人は地球人以上に、聴覚、視覚や腕力があり、このように至るところで持ち前のパワーを発揮します。高瀬健がマシンマンに変身するときは人がいない場所に移動した後、メガネを外してワープスロットルと呼ばれる召喚メカを使って、巨大宇宙母艦スペースコロニーからドルフィンを呼び出します。マシン空間ハイウェイによって、伝送されたドルフィンの中で、高瀬健はイクシード、コンバートし、ウォーリアスーツを着けたマシンマンの姿になります。時速80キロのスピードで走り、60階建てのビルをぶっ飛べるほどのパワフルな跳躍力。弾丸を跳ね返し、透明なマントは戦闘時は外します。変身時にも使用されるワープスロットルは通信もでき、スロットルガンに変形し、銃型の武器にもなります。レーザーサーベルはフェンシングの剣のようであり、マシンバリアーでバリアを張ったり、ナックルガードと呼ばれる絵で敵を殴ったり、M 字に切りつけて相手を気絶させたりします。マントを広げてレーザーサーベルに電撃を集中させて、敵を斬るマシンマンの必殺技マシンサンダー。X、字と、Z、字のパターンがありました。そして、なんといってもマシンマンといえばこれ。人間の悪い心を善に変えてしまう光線カタルシスウェーブ。これによって多くの悪人たちが改心しました。マシンマンの説教も見られる最強の必殺技です。マシンマンの相棒ボールボーイ。テレパシーを使ってマシンマンと交信したり、ファイティングボールという必殺技を使うときはマシンマンに投げられ、敵を攻撃する武器にもなります。どう見ても野球のボールに見えますが、IB 星にも野球があるのでしょうか。高瀬健のガールフレンド早間真希。週刊誌、週刊ヒット、編集部の美人カメラマン。撮影中にビルの屋上から転落したところをマシンマンに助けられた真希。マシンマンの名付け親になりました。真希の弟、葉山勝。ゴーグル5でも見かけた男の子ですね。勝のガールフレンド小杉美沙。この子も当時放送されていた宇宙刑事シャイダーで見かけました。犯罪組織テンタクルの首領、天才科学者のプロフェッサー K。子供の荒い声を聞くとくしゃみが止まらなくなる子供アレルギーの持ち主。子供を悲しませることに全力を注ぎ、自分の作ったアンドロイド兵士たちを使って様々な作戦を実行します。テンタクルの最高幹部のアンドロイド、鉄人モンス。プロフェッサー K の右腕的な存在。初回の冒頭で一瞬でビルを破壊し、強力なパワーを見せつけました。アンドロイド兵士は、〇〇男と呼ばれる。腕の武器を付け替えただけで、体は毎回同じタイプのアンドロイドが登場しました。
同時期に放送されたバイオマンと比べるとさすがに予算が少ないのかなと、子供ながらに心配になるほど。途中からこんな顔のアンドロイドも出ていました。第17話で鉄人モンスをマシンマンに倒され、昇進してスペインに旅立ったプロフェッサー K の代わりに登場したレディ M。彼女は新しい組織オクトパスを結成してマシンマンに挑みました。プロフェッサー K と同じく子供アレルギーがあり、子供の笑顔を見ると鼻が赤くなる。オクトパスの幹部トンチンカン。スキンヘッドにチャイナ服を着た男。頭突きでコンクリートも砕く。マシンマンと格闘し、互角の戦いを見せました。宇宙母艦スペースコロニー。日本のとある固定に着陸し、そこがニックとボールボーイの居住地になりました。全長は200メートル。高速の10万倍のスピードで宇宙を航行することができます。マシンマンのスーパーマシンドルフィン。地上走行型のマシンドルフィンから飛行型のドルフィンジェットに変形。マシン空間ハイウェイを駆け抜けて高瀬圏に伝送されます。強靭なボディで爆弾の衝撃にもびくともしない。マシンマンがドルフィンに乗り込むときは、うつ伏せ状態で底部にあるモニターを見ながら操縦している。オーレンジャーロボのコクピットよりも窮屈そうに見えますが、地上走行時は地面スレスレで危険そうに見えました。高瀬圏のときはスズキのオートバイ GSX750S 刀に乗っています。オープニングでも走行シーンが見られました。第17話の鉄人モンス戦。パワーアップした鉄人モンスとの激闘で右手を使えなくなったマシンマン。利き手ではない左手でスロットルガンを撃ち、さらにレーザーサーベルを持ち、左手でマシンサンダーを決め、鉄人をモンスを倒した。海岸の岩の上でのスピーディなバトルは圧巻でした。初回の教科書真っ白事件。私の敵は世界の軍隊ではない、子供たちだ、と宣言し、手始めに子供たちから教育を奪う作戦に出たプロフェッサー K。教科書だけでなく、雑誌をはじめ、あらゆる本を真っ白にしてしまうテンタクルさん。世界中の本が真っ白になれば、確かに人々は読み書きもしなくなり成長できず、やがてはモラルを失い社会は荒廃する。子供いじめを、はるかに超える。壮大かつユニークな作戦でしたね。マサルのガールフレンドのビサをはじめ、女の子たちにヒゲが生えるという珍妙な事件を描いた、ヒゲの生えた女の子。もちろん、これは子供たちをいじめるために考え出されたテンタクルの作戦。教科書真っ白事件と比べると子供のいたずらレベルで面白おかしい作戦に見えますが、もし世界中の女の子みなひげを生やしていたらやはり笑っちゃうのでしょうか。高瀬健がウェディングドレス姿のマキを助けた。好き、好き、マキ。最初に見た相手を好きになってしまう惚れ薬を飲んだトンチンカンがビデオに映っていたマキを好きになり、結婚式を挙げてしまう。マシンマンに変身せず、男として高瀬健として自分の力でマキさんを助け出したい健。トンチンカンとの格闘はかなり劣勢でしたが、傷だらけになりながらトンチンカンからマキを救いました。マシンマンをオマージュしたヒーローとして思い浮かぶのは2010年放送の仮面ライダーオーズに登場した仮面ライダーマース。口出しではないマスクですが、ゴーグルの形がマシンマンを彷彿とさせました。